間、暗い部屋に閉じ込めて、あれほど精神的にいじめ抜けば、出して、ここから出して、忘れられない傷にもなるよね。希望もなくて真っ暗な道を生きていくんだから、いつか救われるなんて勘違いしないで。お前のせいで全部死んじゃうの、ユキ。そんなに必死で隠すほど僕は変なの？うん。欲しかったものがある。思い描いていたもの。帰りたいと願う家。帰っておいでよ。高いところあるんだ。本当に自分を好きになれると、誰かに受け入れてもらえて初めて自分を少し許せそうな、好きになれそうな気がしてくると思う。やってみない？ユキが本当に望む場所を見つけてきなよ。心細いのは嫌かと思って。少しずつ、一歩ずつ歩いていくしかないんだ。自分の足で傷だらけになってもいつかたどり着く何かの